ウッドショック、新型コロナウイルスの世界的な流行により、需要の増加に対応できない状況。ヤマクチャンネル。カナダでは松食い虫の被害による木材供給の減少が発生。中国の木材需要の増加と世界的なコンテナ不足。DIY なども盛んに行われ、アメリカの木材需要がより高まり、なかなか入ってきません。いつも使っている杉材、4メーター、厚み35ミリ、幅200ミリ。やっと見つけ15本ほど購入しました。今のうちに巣箱作りをして屋外で放置し、アク抜きをしておきます。今回のウッドショックの影響がいつまで続くかは少し不透明な側面もあります。巣箱の盗難が呼びかけられています。巣箱には焼き印を入れ、出来心を起きないように仕向けています。巣箱のある方はいいのですが、現状予備がない方は早めに木材を購入しておいた方がいいかもしれませんね。